はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もですね、スプラトゥーン2やっていくんですが、本日は、ガチアグラやっていきたいと思います。スプラトゥーン始めて20日ぐらい経ったのかなということで、20日経ってないぐらいか、相変わらずね、ジャイロオフでやっているんですが、今回はこのね、4色ボールペンみたいなね、クーゲルシュライバースピナーですね、使って、ガチアグラやっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、ということで、1戦目ガチャグラやっていきましょう。今日はね、今ちょっと生放送終わりに動画撮ってるんですけども、なんかスピナーがね、エイム合わないというか、なんか多分今日俺のクーゲルシュライバーが人を傷つけたくない日みたいで、なかなかね、エイムが、なかなかっていうか全く合わないんだよね。まあみんなもね、エイムが合わない時の言い訳にお使いください。ということで頑張っていきましょう。よっよっよっよし、一人やり。おい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 、射程長くねえかそれ。OK、 2枚やり。あ、待って待って待って、今乗れねえや、乗れねえな。9番ボムどっから飛んできてんのそれ。あっちか。よっよっ、ええ、なんだ、あ、カーリングボムか、気づかなかった滑らしてきたんか。さあ、このクーゲルシュライバーね、この間アンロックできて使い始めてるんですけど、結構癖があって、打ち始め開始1秒ぐらい経つと、遠距離まで届くような集団になるんですけども、それと同時にね、こうレティクルがギュッと狭まるんですよ。まあ、要はあのきっちりまっすぐ飛んでってくれるっていうあれなんですけど、それと同時にそのキュッと狭まる1秒経った時に、なんか上にね、クイッて持ってかれるんだよねなんかレティクルが。それがね、なんかすっごい使いにくくて、まだね、なかなか慣れてないところではあるんですけども、やっべ、ちょっと待って、一旦撤退。一人でもやる、一人でもやる。よし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 、待って、これどうやって押し返そうか。今回は前にこのステージで、スピナー系でね、バレルスピナーデコーかなんか使ったと思うんですけど、やった時は防衛では輝けたんですけど、いやーマジか、なかなかね、攻めるきっかけがつかめなくてあれだったんですが、今回はちょっと、防衛でも輝けないという、まあ、とりあえず下に降りて、そこいるんだよな、どうしよう。いや、とりあえず塗って、 OK、 1枚やりからの、あ、敵いねえか。オッケーオッケーオッケー、やれてないけど、ちょっと牽制にはなったか。ここからだとやれないかな、ちょっと距離が微妙。乗られた。いやマジ本当に今日ダメだ、エイムが合わない。さあ、現在ね、試合が、中盤ぐらいかなーになってるところ、こっちの方がね、若干押し込んではいるものの、かなり僅差なので、ちょっともうちょっと押し込みたいですね。よし、 OK。 よし、こっから、おいしょー、やれないか。ナイス、よいしょ、一人やり。待って、一旦位置変えて、よいよい、一人やった。あーマジか、ローラーに縦振りで当てられちゃったね。うん、でも結構徐々に押し込めてきてるので、全くねスピナーとしての活躍は一切ないですが、1戦目なんとか勝つことはできるのかな、このままいけば。当たれ当たれ、ちょ、距離が。オッケー。あれ、今のやれないか。
4発入ったと思ったんだけど、どこだ、ソフトいるね。 OK、 あー相打ちか、エイムが合わないぞ。がしかしチームとしては、勝利目前と。これ前飛びましょっか。前飛んで、そして俺は降りた方がいいかな。オッケー、やった。最後は乗っていこう。ここ乗って、ちょっと待って、チャージ貯めてから、やれやれ、よしよし、勝った、押し込みましたね。ということで、大した活躍はできませんでしたが、1戦目ノックアウトかな、することができたので、この調子でもう1戦、もうあノックアウトじゃないか、終わったんか、ノックアウト目前でしたね。ということで、もう今ね、もう来てるもう片方のステージがちょっとね、このスピナーだとやりにくいので、ちょっと武器そっちに当たる可能性があるのでね、武器マニューバーに変えて一応ね、やっていこうかなということで、スプラマニューバー別注使って頑張ってやっていきたいと思います。一応今回14キルできたみたいですね。ということで、もう1戦やっていきましょう。おっと、ということで2試合目ちょうど、今ね、さっき1戦目の終わりに話してた、スピナーじゃやりにくいからそこに当たるかもしれないということで、マニューバー持ってきたんですけど、ちょうどそこですね。よかったよかった、マニューバーにしてよかったということで、今回はね、ここで高低差あるとなんかスピナーやりにくくて、待って、いるなよ、ここ、まあ、いっか、ヤグラないんだけど、え、あ、あった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 、受け継ぎまーすって思ったけど、いる、うえー、マジか、ステップ間に合わなかった。さあ、現在若干押し込んではいるものの、試合は特に動かずって感じかな。でも若干優勢は優勢っぽいかな。これ上いるかな、一人、いや、いないな、危ね、ちょっと、コロコロ、ちょっと待って、ドン、やれないか、危ねえ、よいしょ、ローラーやりで乗っていく、待って、これは あの人引いたか、おい、やった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 、待って待って、危ねえ、ちょっとコロコロ、ドン、無理だ、何もできねえ、戻された、乗ってないな、じゃあ、危ねえ、うわー、ローラ乗ってきたー、マジか、ちょっと今緊張感がすごくて喋れなかった。俺にしてはなんかすごいキョロキョロ動くなーと思って、自分でなんか感心してたら、あ、また危ねえ、よし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 、体がビクッとしますね。いや、死ぬね、スパッタリー、ヒュースパッタリーは今日出たんだよな。さあ、ただ、かなり押し込めてきてるので、このまま総力でガーッと押し込めば勝てんのかな。え、この人強いんだけど、もう嫌になっちゃった嫌になっちゃった。さあさあ、こっからだ、気持ちを切らさないようにね、頑張りましょう。 このステージってすごい戦いにくいよね、難しい、危ね、よし、乗った、一旦離脱するわ、待って待って待って、コロコロー、ドン、よし、やったやった、一人やった、うわ
マジバレてる。うんま、よくそういう器用なことができるね、ローラーで。さて、まあこっから負けることはなさそうではあるんですけど、まあ試合もちょっとね終盤に差し掛かってきたところで、 OK、 やった。やべ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 、待って待って待って、爆発する子いる、こっち荒らしてくる。戻されちゃってるかな。ナイス。これ上乗って。ドン。無理か。そこにいる。雨フラッシュかなんか投げたかな。もう一人来る、もう一人来る。やった、2枚抜いた。オッケー、よし、このまま乗っていこう。オッケーオッケー、いい調子いい調子。あ、でも結構進まれちゃったね。ここちょっと踏ん張んないとワンチャンやられる可能性も出てくるな。コロコロコロ、うマジドーン、オッケー、やった、オッケー。ということで、2戦目はね、何でしたっけ、マニューバー使ってやってったんですけども、まあギリ僅差だね、僅差ではあったんですが、ちょっと後半追い込まれたんで危ない部分はあったものの、なんとか勝つことができて、今2連勝できたのかな。うん、ということであんまりねキルも伸びず目立たないプレイではあったんですけども、今回も、ガチャーグラ一番好きなモードなんでね、頑張っていきました。ということで、よかったらこの YouTube チャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。普段生放送はですね、オープンレックっていうところでやってるんで、概要欄に URL 貼ってあります。よかったらそこからフォローしていただいて遊びに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。